私たちは海の近くに暮らしていた。珍しいですね、そんな雑誌見て。指輪でも欲しいんですか？そんなのいらない。私が欲しいのはこれ。会社勤めでお疲れの勝也に栄養ジュースを作ってあげる。休日には決まってどこか出かけていた。行き場所なんてどこでもよくて、二人でいることが。あれ、もう帰ってきてる。お帰りなさい、真由良さん。ただいま。お互いの存在が大切だった。そうして生まれてきた、この世で一番大切な。トール。勝也がトールを抱く時の優しい顔が泣きたくなるほど好きで、泣きたくなるほどの幸せはずっと続くと。